よかった、無事みたい。で、で、それは…ああ、カタリナが好きだと思いまして、鳥を捕らえてきたんです。無事に戻ってきてよかったです。鳥？鳥って、鳥を？ええ、以前本で読んだことがあった罠の仕掛け方を実践してみたんです。まさか、こんなに簡単に行くとは思いませんでした。それで俺は浜辺へ行って魚を取ってきた。私はちょうど果物のなっている木を見つけましたので、そちらを頂戴してきましたわ。なかなかの収穫ね。じゃあ早速食べ。ってあれ、鳥と魚の調理ってどうやればいいんでしょう。え、調理ですか。ソフィア、さばき方は知っているか。いえ、申し訳ございません。さすがに魚や鳥のさばき方までは。でも魚はとりあえず木の枝に刺して焼けば食べられそうじゃないですか。ああ、そうだな。じゃあとりあえず魚はそうやって焼くとして。問題は鳥ですね。ちなみにジオルド様って鳥の調理の仕方とか知っていたりは。いえ、狩りで仕留めたことはあったのですが。どうせそんなことだろうと思って果物を取ってきて正解でしたわね。もうこれだから考えの足りない殿方は困りますわ。さあカタリナ様、お腹が空いているでしょうし、お魚が焼けるまでこちらをどうぞ召し上がってください。ありがとうメアリー、いただきます。